日はヒアで買ったワンピースを着たいと思います。でこのワンピースが作りが結構面白くて、紐を外すとこういう風になってるんですよ。こうやって羽織って紐があるので中で一回絞って、でそれで前から後ろにこうリボンを作って、ちょっとなんかエプロンみたいにして着る、ちょっと面白いワンピースなんですけど、ちょっと着てみます。着てみました。こんな感じです。この前の方の長さと後ろの長さが全然違うので、この前から見た時にここの部分のデザインが変わってて面白いです。でちょっとシンプルながらもデザイン性があって、で後ろがこういう感じで紐で結んで調節するっていう感じですね。で今日は土曜日です。で今は7時半ぐらいなので、これから KCC ファーマーズマーケットプレイスに行った後、その後カカアコのファーマーズマーケットに行って、その後パールリッチの方のファーマーズマーケットにも行って、今日は3軒立て続けにファーマーズマーケットを回りたいと思ってます。その後は時間があればワイケレのプレミアムアウトレット行ったりとか、こっちに戻ってきて町散策したいなと思ってます。では行ってきます。KCC ファーマーズマーケット人いっぱいです。あ、なんか喉乾いたな。美味しそう、なんか宇部コーヒーみたいな、宇部ラテ、きっとこれだ、ウルトラバイオレット。ここはここあれだね、あのあったね。とはこれはハイビスカスティー。へー、ハワイアンスタイルソルベボールです。アサイーじゃないね。ココナッツミルクのやつも美味しそう。こっちのカロ、カロはタロ、フレーバーがタロフレーバーで、マナが、ローカルスーパーグリーン。あーだな、コナンハワイアン、コーヒーだ、ハワイコナンのシーン。ママクワコーヒーだ。あ、アサイーボール。このもいい。あ、あの食べた餅ある。いいな。住んでたら買いたい。何食べる、あなた。
とりあえずコーヒーが。コーヒー飲むある。あ、うちの。Thank you. Enjoy.バイオン紅芋にエスプレッソとどう？うまっ。おいしい？めっちゃおいしい。甘いの？うん、おいしい。あ、意外とさっぱりしてる。いや、あ、若干でもほらお芋の甘み感じる。あとアサイーボール食べるの？食べようかな、どうしようかな。ほら、昨日のステーキがちょっといるんだよね。あ、絶対うまいじゃん、こんなサルサって言った気がする。サルサのハワイアンソーセージ。カカオコのファーマーズマーケットに来ました。ここは本当にあのソルトの近くだね。かわいいね。わ、すごい大きいし、いろいろあるね。でっかいここ。本当、あ、キャンドルある。え、面白いね。また全然違うわ。あ、これなんか美味しいらしいね。これは春巻き。このファーマーズマーケット大きいからかな、人もそんなにこうごった返してなくて見やすい。服も売ってる。ここが一番見やすいかもね。うん、ここが一番面白いかも、見てて。
お洋服見てみよう。リゾートのワンピース。$102です。かわいい。$126。意外と値段設定は高めかも。こういうビキニだったら68とか。かわいいね。あ、これ。これいいな。パジャマにしたい、これ。あ、このカヌレ有名だわ。買おうかな。バーとココナッツ、美味しそう。後でジュース買って食べようかな。反対側も行ってみようか。そうね、うん。バンブーステッカー、こうやってハイドロとかにつけれるのよ。これが1個が1個5ドル、3つで10ドル、すごい並んでる。ここグリーンスムージー。このシーフードのポケがあるって書いてあった気がしたんだけど、ちょっと見つけきれなくて、まだそんなにお腹も空いてないから、このままパールリッチのファーマーズマーケットまで行っちゃいたいと思います。パールリッチファーマーズマーケットに着きました。これはパールリッチセンターの上の駐車場でやってるみたい。お、もう終わりかけってか、もうすぐ終わりだから。すごく人が少なくて見やすい。結構小さめのファーマーズマーケット。Standing on the
しいわ。このマグロ美味しい。味付けも良くない。三つ割れたね。ファーマーズマーケット。総じて言えることはね、ファーマーズマーケットは楽しいってことだ。ファーマーズマーケット楽しい。楽しい。大好きだね。あのね、うん、台湾の夜市の昼バージョンだね、本当に。本当そうだよね。なんかさ、あの朝ごはんをしっかり食べたい時とかは KCC ファーマーズマーケットがいいかも。雑貨とかいろいろ、その食だけに偏らずいろいろこう見たいなっていう人はカカアコのファーマーズマーケットに行ってからアラモアナショッピングセンターとかで買い物するとかいいかなって思う。で、ここはあの YKL プレミアムアウトレットに行く前に寄って行ったらいいかなって思うね。で、ここでちょっとゆっくりしてから、今から YKL のプレミアムアウトレットに行きたいと思います。着きました。カルバンクラインから見ていこうか、手前から。じゃあな。25% 下帽子。もうカルバンクラインとポロ見たらこの辺もうワイテレで見るものあんまりないかもねって。なんかさ、前までバーニーズニューヨークがあったんだけど、なくなっちゃったね。そう、なくなっちゃったから。土曜日なのに結構人少ないかも。これいいな、カルバンクラインの24度になった。寒い時にサッと羽織るやつ。あ、こういうイニシャルものに弱いんですよね。全部19度だ。あんまりいいなと思うものがなかったので、カルバンクラインのショーツがお買い得でいい感じなのがあるので8枚ぐらい買ったんですけど、プラスでもう何枚か買い足したいと思います。バードビレッジの方に帰ってきました。ちょっと小腹が空いたのでちょっとだけご飯を食べます。何食べに行くんですか？お寿司どんだけっていう。どこにあるんだろう。もう反対側かな。元気です。
か配置変わった気がする。この棚なかった気がする。デアフトドリーム69ドル。あ、いいね。今家でデアフトドリームの毛布使ってるんですけど、もう結構ヨレヨレだから新しいのに変えたいな。色いっぱいあるね。あ、シャキル、かわいい。鍋つかみ欲しいんだった。あ、クッション欲しいんですよね。デニムに合わせたポッと履いて出かけられるし、60ドルが89ドル、プラスダウンされてます。かわいい。ちょっとキープで、これもすごいシンプル。これかわいい。普通にスタッドついてて、スウェード？スウェードっぽい感じ。43ドル。これちょっと履いてみます。このまま履いたらかわいい気がする。24ドル99。これ外履き用なのかな。スリッパで履きたいんだけど、お家の中に。19ドル。かわいい。これは買いです。歩きやすいし、かわいい。ちょっと靴ずれ失礼します。これは買いだ。安い。これも可愛いんだけど、なんかヒールがグラグラする。ちょっと不安定だから。デザインはめちゃくちゃ可愛いけど、これはちょっとやめときます。こういうの結局めちゃくちゃ使うんですよね、1個持ってると。あとこのシルバーなのがいい。黒だと結構重い印象になっちゃうけど、シルバーだとちょっと抜け感、赤抜き感で。私はですね、ちょっとキャンドルが欲しいんですよね。キャンドルはいっぱい買います。それいいよ。これかわいいよね、うん、あ、匂いもすごいいい。なんかココナッツみたいな。9ドル。買おう。これかわいいね。あ、オレンジもあるよ、ね、玄関に似合うよね。で、2匹買おうか。14ドルなんだけど。え、かわいいんだけど。普通になんかブランケットとかさ、中でいいですか。インテリアとして使えそうだよね。めっちゃかわいい。カゴバッグ芸人だよ、本当に。今回の旅はバッグの旅みたいですね。さあ、次行きましょう。あ、クッションがね、かわいいなったら欲しくない。こんなでかいのに32。え、32ドル。16。 16?
持って帰れる自信はあるかい。こういうのも可愛いね。ほら。これいいね。これいいよね。29。黄色いいね。黄色いよ。緑だもん。大きいもん買いすぎた。これ良くない？うん、これいいよ。たくさん買いすぎたので一旦ホテルに、帰りたいと思います。荷物を置きたいと思います。まあ、その後今日夜ご飯はお家で作って食べようっていう話になってるので、インターナショナルマーケットプレイスの上に日本食スーパーみたいなのがあるから、そこちょっとちらっと見て行きたいと思います。着替えてスーパーに買い物に行ってきます。今日はちょっと寒い、スウェット着てます。で、買ったらすぐに履いちゃう派の人。やっぱり可愛い、いい感じです。で、行きますか。はい。今日夜ご飯何するか問題があって、一応サラダの材料はあるんだけど、ドレッシングと、あとはナッツ。連日のアメリカンフードによって、はい、胃がちょっとおかしくなりそうなんで優しいご飯を食べたいと思います。優しいご飯を食べましょう。なんかおうどんとか食べやっぱり安定安心。$8.99。それかこの$5.99にしとく。このキューピーのフードレッシング。これ？うん。めしとこ、うん、し。うどんとサラダ。うどんとサラダ食べますか。Thank you.
working every day. I'm stressed out 24/7, babe. No, no timeouts. Wish we could fly away. You and I go to our favorite place. Oh, yeah, yeah. Make special memories together. I'll be your company now and forever. Face in a white.